はい、どうもです。今回はですね、こちらミシシッピワニっていう食材ですね。なかなか衝撃的だと思うんですけども、で、こちらのワニなんですけども、ペットとして20年間飼われてたんですけど、飼い主さんが引っ越すことになったと。で、ただ法律が改正されて、ワニを新規で飼うことができなくなってしまって、新しいね、飼い主さんを見つけるっていうこともできなくなってしまったんですね。で、仕方ないから、もう殺処分して剥製にするしかないかなみたいな話がね、僕に舞い込んできたんですよ。だったらですね、俺が料理して美味しくいただいて、で、剥製も作ろうかなということでですね、今回捌くことになりました。まあ、実はね、爬虫類結構好きなんですけど、ワニに関しては多分捌くのは人生でこれが最初で最後なんじゃないかなと思います。今回ですね、ちょっと楽しみですね。はい、ということでですね、早速観察していきましょう。これね、もうサイズ感伝わるかわかんないんですけど、このシンクがですね、180センチあって、で、ワニはですね、だいたい3メーターあるかないかぐらいの長さだと思います。ちょっと測れてないんでわかんないんですけど、ちなみに重さはですね、120キロありました。まあ、僕的には意外と軽いんだなと思いましたね。結構ワニって骨がぎっしりしてて、魚より身が詰まってるのかなと思ったんですけど、結構重量感的には魚と同じような感じですね。で、これね、ワニの顔です。なんかワニって結構ここが長いイメージだったんですけど、意外と短いんですね。で、ここね、ちょっと鼻傷ついてるんですけど、これね、クレーンでね、釣った時にね、ちょっとぶつけちゃったんですよね。そして、こちら。ワニの口の中ですね。で、ワニね、意外とね、牙ちっちゃいんですね。一番大きい歯もですね、ほんと、小指の先もないぐらい。ちっちゃいんですね、意外と。この手前にある歯なんて、なんなら魚と同じぐらいのサイズ感ですよね。これはね、ちょっとびっくりしました、僕も。で、ワニね、全体的に硬いんですけど、ここだけね、すっごい柔らかいんですよね。なんか、プニプニしててね、気持ちいい感じです。で、ワニはね、手もそんなに大きくないですね。僕の手よりもね、ちっちゃいぐらい。これがね、前足。で、後ろ足はね、結構大きいですね。まあ、僕の手よりもね、一回り大きいぐらい。で、歯はね、ちっちゃいんですけど、爪はね、大きいんですね。結構大きいです。これ、お腹がすごいんですよ。こっちから見たらわかるかな？すっごいパンパンなんですよね。俺が見てた感じ、4日間ぐらい何も食べてなかったのに、こんだけパンパンって何が入ってるのかすごいね、気になりますね。で、尻尾長いですよ。ほら。かなり長いです。尻尾だけでね、多分1メーター20ぐらいありますね。で、これワニの手触りね、皆さん気になると思うんですけど、まあ、一番近いもので言えば、かかとですね。人間のかかと。結構硬い人のかかとって感じ。特にこの辺はもうカッチカチの人のかかとって感じ。はい、それではですね、さばいていくんですけども、さばく道具がね、結構衝撃的だと思う。見せましょう。こちらです。これダイビングとかに使うボンベですね。まあ、これをですね、使っていきます。こういうことですね。これをね、ワニの皮の中に入れて、まあ、これ空気が出るんですけど、こんな感じでね。で、皮と身をある程度剥がして、そこからね、皮を丁寧に剥いでいくという感じになります。いやー、うまくいくかな、これ。コンプレッサーもね、初めて使うんですよ。やっぱりね、皮も財布とかベルトとかにね、加工することができるんで、なるべくね、切る回数少なく、綺麗にね、剥がしたいんですよ。ということでですね、やっていきましょう。ちょっとまずですね、この足からいってみましょう。これね、たこ焼きの串です。このね、鱗と鱗の間ぐらいに入れて、硬えな。あ、入りました。で、穴を作ってここに入れていくと。いきます。おお、だいぶ膨らんでるね。だいぶ剥がれてる感じする。どんどんいきましょう。この背中側もいきましょう。空気が抜けるな。穴が大きかったな。このお腹の辺は結構しっかりくっついてるんですね。うわ、すごいな。なんかグロいね。これを全体にね、やっていきます。これって魚にも応用できるのかな。もしかしたらすごい簡単にこれで皮引きができたりするんじゃないかな。魚でやってもワニだけなのかな。すごいなこれ。空気入れても入るところまでしか入んないんだね。一気に同じ場所で入れてもダメだわ。
最初それがね、とりあえず空気入れてみたんで、こっからね、皮むいていきましょう。いやなんか気が引けるな。背中のラインでこうやって包丁入れて、こうやってゆっくり剥がしていくっていう、そんな感じでいこうと思ってます。いやー気が引けるな。一応この鱗の継ぎ目があるんですけど、この継ぎ目に沿って切っていくみたいですね。どうなんだろうな、小回りが効いた方が良さそうなんで、デバじゃなくてペティナイフね、使ってみます。ペティナイフね、初めて。あ、意外といけるぞ。あ、全然切れる。切れてんのかな。なんかね、この帯状の鱗がつながってできてるんですけど、このつなぎ目がすごい硬いですね。ここはね、スーッて包丁入るんですけど、ここ入んないですよ。わかるかな、包丁が通んない。でこれはね、もうテコの原理、もうなんか勢いつけてこうっすね。皮分厚いんだな。尻尾の方もね、いきましょう。あ、尻尾の方が柔らかいんだ。こっちはね、サクサクいきますね。あ、こっちは柔らかい。こっからが難しいんですよ。ここまではね、真ん中を通らせるだけでよかったんですけど、ここね、一本になってるんですよね。ここのね、真ん中を通すみたいですよ。これ、まな板入ってないからね。海外の人はね、こうやってやってた。もう案外ね、そんな難しくないわ。見た目よりね、全然柔らかい。今日はもう家の中が血だらけになることを確定しましたね。もうなんか魚の血とは全然違う。だいぶね、えぐい匂いがしますね。なんか生々しいっていう表現が適切な感じ。すごく嫌な匂いです。ドブ臭いとか、そんなんじゃないですよ。めちゃくちゃ嫌な匂いです。うわ、手切りそうだな、この切り方。先っぽはちょっと真ん中入れるの無理だな。こんな感じかな。はい、それではですね、一本ね、切り込みを入れたんですけど、想像以上に皮と身がひっついてますね。これはね、かなり大変だと思うよ。とりあえずやってみましょうか。一応、剥いでみますか。これはやばいんじゃないか？あんなにパンパンに空気入ってたのに、どこに入ってたんだろう。全然皮と身剥がれてないんだけど、どういうことなんだろう。皮を剥がしてるんですけど、これやばいな。なんかね、ワニの皮って意外と柔らかくて、身を切る感じで包丁入れると普通にね、皮切れちゃうんですよね。これ超むずいわ。ワニはね、一回さばいてみたかったんですよね。なんかグリーンイグアナが石垣島にいるって聞いた時も、ちょっと俺石垣島に行って食べたいなって思ったぐらい、結構爬虫類食べてみたくて、結構ね、俺の中では一つ夢みたいなところがあって、ようやく夢が叶ったって感じですよね。でもね、想像以上に大変。前に400キロのイタチザメをさばいたんですけど、多分それと同じレベルで大変かもね、もしかしたら。今回は家の中でさばいてるから、その分大変さっていうのは少ないんだけど、にしても結構これやばいわ。難しい。これ魚と違ってね、鱗がね、段差になってるんで、包丁をその度に角度変えないと、これ綺麗に剥げないんですよね。そこがちょっと初めての経験すぎて、厄介だわ。厄介っていうか全くうまくできない。で、これワニね、こうやって皮剥がしていきたいんですけど、ここをちょっと切らないとね、剥がせないんで、ここ切っていきます。首の場所ですね。首を切ります。で、剥製はね、頭を使おうかなと思ってて、全身の剥製もできないことはないんですけど、相当難しそうだった、全身の剥製は。多分俺の能力的にはね、ちょっと厳しい気がしたんで、諦めて頭の剥製だけ作ることにします。よし、これね、もう一人欲しい。誰かにここ皮持ち上げといてもらって包丁入れたい。めちゃくちゃここ硬くて握力持って帰る。よし、あ、ここまで来たら結構楽。
ちょっとだけ慣れてきたな。これ力はいらないんだな。この皮のちゃんとした場所に当てれば、当てさえすれば切れるっていうことが分かってきた。これ当てるのがね、結構むずい。いや、これ足外さないとダメだな。足ごとね、皮こうやってビリッて剥がせるかなと思ったんですけど、無理そうなんで、足取っていきます。ちょっと一旦ね、右の後ろ足だけ取っていきますね。ここら辺かな。こうかな。本当にさばき方わかんないわ。こんな感じで空気溜まるんだ。すごいな。ちょっと閲覧注意かもしれないです。空気がね、皮と身の間に入ってると思ったんですけど、なんかこの皮の間の筋が無数に風船みたいになってたんですね。それはつるって皮むけないわ。理解できた。うわ、ちょっと気持ち悪いな。おお、すごい。うわ、ここ脂肪が乗ってる。すげえ、足の付け根めっちゃ脂肪乗ってる。なんかワニって結構淡白なイメージがあったんですけど、脂乗るもんなんですね。ちょっと足をぼちぼち切り離しに行きます。あ、血は出ないんですね。なるほど。ちょっとね、魚だったらな、骨の構造がつかめてるからある程度予想できるんだけど、全然わからんからな。ここに関節がある気がするんだけどな。違うのか。関節きた。ワニの骨なんて絶対断ち切れないですからね。関節入れるしかないですよ、多分。うわー、あ、切れた。これやばいな。意外とできそう。おー、いけた。うわ、でっかいな、これ。一回俺、横浜にある珍獣屋って店でワニの足食べたことあるんだけど、これ、多分10倍ぐらいでかいよ、それの。やばいな、これ。意外と、臭いけど、そこまで臭くない。許容範囲の臭さ。ハーブとかでやったら全然いけそう。うわ、すげえな、これは、バーベキューしたいね。まぁ、ちょっと皮とか筋とかね、トリミングしたいところなんですけど、一旦置いといてね、後でやりましょう。よーし。皮をね、剥ぐのを続行していきましょう。だいぶ剥げてきましたね。で、だいぶうまくなってきた。正直ね、間違いなく今までさばいてきた生き物の中で一番むずいっすね。サメとかも結構むずいなと思ったんですけど、これはね、構造がわからなすぎて難しいっすね。サメはもう何回かちっちゃいのはさばいたことあったんでね、構造はね、一応分かってたんで。だいぶ進んできましたね。いや、皆さん、ワニさばくときはね、圧倒的ペティナイフですね。ペティナイフがさばきやすいです。デバとかだと、ちょっときついかもね。ペティだわ。下の部分とかどうやったらいいんだろうな。はい、それではですね、一旦下までやったんで、ここでね、前足を外していこうかと思います。やっていきましょう。もうさっきと同じ要領ですよね。どうしようかな、ここでいっちゃおうかな。こうやって、よし。いや、魚をね、ずっとさばいてきたおかげで関節の位置が触ればわかるっていうのがありがて。よし、こっちも取れたぞ。いい感じです。じゃあね、どんどん剥がしていきましょう。ここら辺ね。うわ、すごい脂肪、ここ。これ油ですね。ワニ油。これ全部油ですね。皮下脂肪っていうのかな、この辺は。やっぱ飼われてるワニとかだとあれなんですね、動かないから脂肪がいっぱいつくのかな。
ちょっとこのね、まな板と接地してる部分が、これ以上はね、ひっくり返さないとさばけないですね。どうしようかな。ここまで運ぶのはね、人に手伝ってもらったんですけど、今一人なんでね、一人で頑張っていこうと思います。さて、なんとかひっくり返せたね。やっていきましょう。ワニは腕の付け根に油があるんですね。なんで腕の付け根にあるんでしょう。普通魚とかだと皮目だったり内臓脂肪だったりとかね。まあ魚腕ないんだけど、あの魚縁側とかについてるよね。こんだけやってみてさ、寄生虫が一匹も入ってないんだよね。目に見えないのいるかもしんないんだけど、びっくりした。もうワンチャン寄生虫だらけなんじゃないかなって思ったんですけど、全然綺麗な身してるわ。それで怖いから手袋してるんですよ。陸の生物はね、結構怖いですよ。まあ、2年前ぐらいにね、ウサギを素手でさばいてたんですけど、ウサギもね、野闘病っていう、なんか結構やばい病気を持ってることがあるらしくて、素手で傷口からとか入ってきたりすると、めちゃくちゃ危なかったらしいんですよね。そんな感じでワニもね、もしかしたら何か持ってる可能性は全然あり得るんで、なるべく触らないようにね。してます。そして包丁がね、結構欠けて全く切れなくなってきましたね。ここなんか切れないと思ったら肛門だな、多分。むずいな。やばいな。これワニのペニスですね。押し込んでおきましょう。ちっちゃいな。ああ、戻んない。戻しとこう。ああ、戻んない。意外とちっちゃいですよね。うん。食べるなら鮮度のいいうちにしないと。ちょっと食べたくないけどな、これ。結構匂いがすごいわ。よし、だいぶ終わったね。あとは左半身だけですね。戻れ。よいしょ。まあ、サブちゃん見てくれてる人はね、知ってると思うんですけど、まあ、ワニ捌くようにね、これ台作ったんですよ。ちょうど生きてきましたね。これをひっくり返していきます。よいしょ。すごいことになってるな。一旦ね、足取っていきます。ちょっとね、多方面に怒られそうなんで、ちょっと言うか迷ったんですけど、小便みたいな匂いしますね。血がちょっと時間経つと小便臭いですね。まあそれがリアルですからね。結構ね、きつい匂いです。よし、3本目、4本目です。ラストの足ですね。うわ、包丁ボロボロだな。え、これ関節がわかんねえ。どこにあんの。え、これ関節がわかんないね。なんで。全然わかんねえ。ここか。結構奥か。これ多分1回骨折してるな、じゃないかな。いや違うな、深いな。あー、見つかった。よし、足剥いだらこうですね。皮をめくる。でこれ剥いでいきます。多分もう3時間ぐらい皮剥いでますね。切れねえな。ペティナイフもう一本買っとけばよかったな。すごくやりづらい。よし、戻そう。よいしょ。あともう少しです。はい、じゃあここ切り込み入れて皮剥がしていきましょう。いや、だいぶ慣れてきましたね。明日もう一匹さばいたら半分の時間で終わりそう。仮にだけど。
おー、つながった。もうちょいです。うわ、最後取れてなかった。どうしよう、最悪。はい、皆さん、ついに皮が剥げましたよ。あ、重った。見てください、皮が剥げました。よーし、よーし、うわ、はい、ようやく皮を剥げ終わりました。何時間経った？おぉ、4時間経ってる。ここまでで4時間。結構かかりましたね。はい、ということで、こっからですね、頭を落として、お腹をね、開封していきます。ただ、ちょっとこのシーンを映すと、おそらく年齢制限がつくと思うんですよ。まあ、そもそもこの動画ね、広告ついてないと思うんですけど、おそらく年齢制限がつくんですね。なんで、頭を落として、お腹を開くシーンに関しては、次回、個別でそれだけの動画出します。なんで、そっち見たい人はですね、チャンネル登録してね、見逃さないようにしてね、待っといてください。ということでですね、次の瞬間に胴体だけになってます。はい、ということですね、綺麗になりましたと。マジで内臓脂肪すごかった、びっくりした。いや、いろいろとね、ハプニングとかもあってちょっと気疲れしたんですけども、今からですね、尻尾と胴体の部分に切り分けて、そっからですね、身を作っていこうと思います。それではやっていきましょう。とりあえずですね、ここ尻尾をね、切っていきましょう。うわ、肉厚ですね。あ、すごいすごいすごい、すごい、こんな感じなんだ。うわ、意外と脂乗ってるんですね。豚肉みたい。はい、それではですね、背骨は包丁で切れないんで、でんどこで切っていきましょう。これだと切れば落ちるはずです。おぉ、なんとか地面につかずよいしょ、いい感じですね。これ袋に入れましょう。はい、こちらがね、袋です。どんぐらいだろう、長いからな、ちょっと長めに取っとこう。これね、こっちはくくって入れていきましょうね。うわ、もう一人欲しいな。いったこれどかします。冷蔵庫入れていきます。よいしょ、全然長かった。よし、尻尾のブロック完成。次回調理編でね、これさばいていきましょう。はい、それではですね、背中部分さばいていきましょう。背骨に沿ってね、包丁入れていきます。これもペティの方がいいか、もしかしたら。ちょっとわかんねえな、こうだと思うんだよ。これです。セロースとかいうのかな、背中の肉ですね。とりあえず一つ目、本当に難しい。よし、ここがね、あばらなんで、スペアリブが取れるはずなんですよ。で、あばらはね、この背骨からね、生えてきてるんで、まあ、ここは、ノコギリか、デンノコで落とすのかな。ちょっとよくわかんないんで、一旦裏返してみますか。うわ。あー、理解しました。ここにね、釜みたいなのがあるんですよね。ここだけはね、スペアリブじゃなくて、ここからスペアリブですね。釜っていうか、ここがね、腕を動かす筋肉なんですね、多分。なるほど、なるほど。ここから切り取ればいいんだ。この腕肉を。そうすれば道が開けてくるはず。お、硬いね。あ、意外とこの辺はね、軟骨で骨が切りやすいっすわ。わ、ここ美味しそうだな、腕肉。よいしょ、反対側参りましょう。なんかに吊るしてやった方が良かったかもな、もしかしたら。本当に釜みたいな要領ですよ、腕肉。肩とかなのかな、ここは。肩だ、ここ肩だわ。肩ロースとか言うんじゃないでしょうか。なるほどね。で、ここね、また背骨がつながってるんで、背骨はね、でんのこで切っていきます。あ、やべやべやべ。
さて、じゃあこっからここぐらいまでがね、あばら骨なんで切っていきましょう。半端ねえな、ちょっと一人は助手が欲しいわ。これね、ここ繋がってるんでノコギリで切っていきましょう。ちょっともうちょいでかいやつやります。はい、こちらがスペアリブの塊ですね。これを一本一本あばらを切り離したらですね、よく見るスペアリブの形になるっていうことですね。いやー、重労働だ。よし、ラスト反対側だけです。いやー、すごいな。ちょっとこれ超切りづらいわ。これデバで切れないのかな。関節とか一応あるはずなんだよね。とりあえず頑張りましょう。骨切り用のデバでいけねえかな、なんとか。あ、なんとかいけそう、かけそうだけど。もうこれはスポーツだよ。めちゃくちゃ使えるわ。スペアリブのところまでは切りましたと。いやもうここね、内臓脂肪ぎっしりだったんだけど、まだちょっと残ってますね、内臓脂肪が。ちょっと取るのめんどくさくて取りきれなかった分なんですけども、こんな感じでね、すんげえ脂肪がくっついてるんですよね。よし、ラスト、スペアリブ。よいしょ。はい、じゃあここ、後ろ足の付け根の肉と背骨が残ってるんですけども、背骨をね、切り取っていきましょう。背骨もね、何か使えるかもしれないんでね、取っておきましょう。じゃあラストね、足の肉です。足がラストに来るんですね。これは尻尾の方に繋がってた肉かな。ここ美味しそうだな。ワニってさ、なんか腕ばっかりさ日本で売られてるけど、腕以外の部分ってどうしてるんだろうね。うわ、ここ美味しそう。よし、はい、すごいな。あ、これペニスですね。卑猥だな、ちょっと。どうしよう。リアル、いや、なんか卑猥ですね。ここはちょっと食べようと思わないですね、さすがに。もも肉ですね、これが。すごい大きいです。これがね、ワニの骨盤ですね。はい、それではですね、ようやく解体することができました。まあ、ここまでね、だいたい8時間ぐらいかかってます。まあ、カメラなかったらだいたい4時間ぐらいで終わるんじゃないかな。で、今回の動画はここで終わり。次の動画でようやくね、調理してね、食べていこうと思っております。いや、これはね、めちゃくちゃ楽しみですね。で、頭に関してはね、今冷凍庫にもう入れたんですけど、剥製にしようかなと思っておりまして。ただですね、ワニを剥製にする方法っていうのはちょっと僕が調べてもよくわかんなくて、もしね、知識ある方いらっしゃいましたらね、コメントか Twitter の DM とかでね、教えていただけたらなと思っております。ということでですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。